大神氏は古墳時代から平安時代の文豪国の氏族、大神儀を過祖とする、文庫大見和氏とも呼ばれる。大神氏の過祖の祖は古墳時代568年に報告に入って、宇佐神宮前神の高居者を建立した大神儀であるという説、平安時代886年の両政国文豪国に国師として入った。 山と大宮氏分流の三林氏主元村、大神吉臣であるという説などがある。また、大神氏は、宇佐神宮に大宮寺、宿、ネギなどとして奉仕していたが、石関政治が始まって、劣勢となり、早見軍大神号に移住したとか、さらに、武前国王の軍に移住したなどの説があり、また、宇佐市に座を明け渡した結果、1053年頃に、武士であり、 過疎の大神これ元が現れた、という説もあり、様々である。また記録上の大御神の名称が、大御和部などの職業を意味する場合についても注意が必要である。ただ事物からすれば、過疎のこれ元は、7世紀前半に、文語国、武前国で神社を越しや開拓を行っていたことが、伺える。中世紀には、文語における有力な在地武士の一族であったが、 鎌倉時代には、大官として、大友氏初代当主、吉直の弟である、古昌重吉が、文語国に下校し、守護に認じられたため、大神主系の一族は、この入国の際に激しく抵抗した。しかし、第三代大友氏当主のより安い以降は、大友氏との養子縁組等により、大友氏の土着化が進み、 大神氏の勢力は衰退し、次第に大友氏家診団に組み込まれた。その後の戦国時代には、五門州の大友氏と、国州の大神氏諸家との間で、核の騒動などの紛争も生じている。かつて、文後国早見軍大信号の大庭村に、大上髭屋方跡や大庭八幡があり、同郷の深江村浜口には、深江城があったとされている。大の川及び、 大分川の流域の大野郡や直入郡も本拠地の一つであったとされている。建武の頃に大神千助が築城した日出城も居城の一つであったが、この城は1586年の天正の戦で落城したという。大神秘儀が568年に直命を受けて、武善国に入り、神社を混流したり祈祷に勤め、その子孫は、 宇佐神宮の創始や偶事職に関わっていたとするものである。後の710年には直上を得て、宇佐神宮を混流し、その子孫は歯振りで、小山田の日誌をはじめとして、数百の家に繁栄したという、中野畑吉の説。宇佐軍、大神秘劇金明天皇29年王神天皇の、新礼や渡大臣の御名を表した手祭りて 朝廷に宗門士官主となりて、常に奉仕し後復元名天の王は同三年高山にて、神直を受けから島勝るおめと共に朝廷に、宗門士直上を得て始めて、八幡田大臣の宮殿を建て奉仕せり、このすなわち、大神氏の祖にして、子孫派振りべ。小山田の両家をはじめ数百家に、繁栄せり、大分県教育会。 終身か郷土資料修正養老四年の早との乱の逸話に、宇佐八万に信託を仰いだ朝廷に対しや綿わ神が悪い行きて下しおろすべしと自ら正当に、赴むいたというものがあるが、このことにも妻子でありぶけであった大神氏の関与があり得る。文後大見和氏は、ネギ職、及び後には大偶寺職を継ぎ、769年の道教事件の頃に、 宇佐氏と争ったという逸話もある。ただし、小山田氏は、宇佐神宮を離れていない。過疎のこれもとも、また神社おこしを行っている。また、ひ式機が創設したとされる六所権言,言は、ひ式機の日本書記での記録が、第十一代水仁天皇記から第二十一代有略天皇記であるため六世紀の造営である、可能性があるが、養老年間の創建とする説もある。 な2年に、文後助に、大神義臣が入り、その子初期が、王の軍領としてとどめられ、さらにその子のこれ元が、文後大宮氏の子祖となったとするものである。大宮、側の、大宮家系図によれば、大神義成によれば、大宮孫、義臣、文後助、十五一下の官位請求の史実とそれを朝廷が認めたとあり、実在が証明されている。 1975年、大分県地方史研究会、大分県地方史、第79号は、左対市外、15位下文語助上岸4年改めたまもの、大宮町、お店官票4年3月再任文語助、期満期任当査、その職百姓、おしぼ受け止めその後初期3月に、文語助に再任されたとの記述を指摘し、史実として、大宮が、文語の主となり、 両民から懇願され止まったとした。これをもって、現在は、山と大宮大氏からの出自は、決定的とされ、奈良の大宮神社でも、大神氏を末裔としている。大神義尾美節を取る受学者の三浦安定によれば、家紋は鱗型である。松岡実も、大神義尾美節を取る。大神氏系府続き柄不明の大宮姓の人物も、含め主な人物を挙げる。 各書家の著名な人物は、各記事を参考。霊媒。568年報告に入り、宇佐軍、馬条霊に大菩薩として出現した、王神天皇の魂を祀るために高巨八和田神社を、建立した。571年には託戦により、本田天皇、広畑八万麻呂を放祭した。小二春麻呂、孫に、小床。の田と森目は、 大見は阿尊を賜った。大神これとの文献資料は、比較的構成のものに限られており、一見矛盾する多くの説がある。後の、平家物語や、原平清水記には、これとは、山岳信仰の祖母だけ大名人のご神体である、オローチと人間の娘との交わりから誕生したという、胸の伝説がある。また、そのご神体が増したという洞窟には、 651年に、竹尾宗しこり彦神社が建立されているので、これ元の出生はそれよりも前であると推測される。養老年間、文語国に六所権限が建立されているが、ここは、これ元次男のお紋幹がいました。阿南荘の一つなので、これも、これ元かお紋幹の代までに、大神市によって開拓された地域であると思われる。また、青井阿蘇神社は、 阿蘇神社の神主の尾型ゴンスケ、大神これとが、神託により、806年に、日向国の天岩戸神社の再興に関わったと、されている。年代的に見れば、上記の神社おこしをこれとが一代で扱ったとは、考えにくいが、古来の姫彦文化により、これを祖とを外するやからが混流を行っていたとすれば、可能性はある。子については、男子五人説、 男子9人説があり、娘については記録されていないか存在していない。また三浦や須佐田、文豪自責公などによれば、子は男子7人で、初家は大神氏含め37氏族となった。877年を建立した旨が、おそらく江戸時代に作成された文書にあるという。これ元の五代の孫で、小形氏の祖である小形これよは、 平安末期、源頼朝が、持ち人王の命に応じ、平家に対して挙兵した後、要和元年に、文後国目大を追放されて、源氏につき、元略元年には平家についた宇佐神宮を焼き討ちに、したり、足や裏の戦いで戦訓を上げるなど、大いに活躍し、従来の支配階級に代わり武士勢力の存在感と、支配力を強めた。建武年間に、 大神氏居城として密出城を建造。在九州有力武士団である鎮勢旧統のこれ住氏やこれ党氏もまた、大神氏が祖であるとされている。戦国時代には、織田信長は家臣であった、明智光秀にこれ党、庭長秀にこれ住を称させたが、これは九州平定の後に封ずるためであるとされた。 大英年間に、文後国海府軍に居まし、大上始末江と言われる佐伯氏の居城となる津が、群れ城を築いた。佐伯氏、第十代当主。1586年の天正の戦では、大上市初家の武家とされる大鶴市、橋詰市、竹宮市などは大友軍に属し、島津軍から大友市の城を防衛したと言われている。三吉市、雪広市、吉東市、 十字市、有氏三重市、野津春市、片田市、高野市、松尾市、吉藤市、幸広市、大田市、伊氏市、釘宮市、上野市、早稲田市などが、大宮氏族であるという説もある。ありがとうございます。